Uber Eats. 番号ナンバー。偏見症に緊張にかな。偏見症にその時なんなんや。怖いって。お疲れ様です。いけるか小塚です。今回は Uber Eats 配達員が選ぶ苦手なお店ベスト5。今回は、Uber Eats 配達員僕やらさせていただいてるんですけれども、配達員ならではの目線というか、こういったお店はちょっと拒否してしまうかもみたいなね。配達員の理由としてやっぱり選ばれる苦手って選ばれる理由としてはやっぱないまずいとかではない、もう距離が遠いのがやっぱりどうしても避けられてしまうなっていう傾向にあります。配達員はちょっと分かってもらえるかなというお店をベスト5で選ばさせていただきました。第5位、ピザ屋。理由として、でかい、遠い、まあ薄いですが理由としては個人的にですね、ちょっとやっぱピザ屋ってこうチェーン店もあるんですけれども、結構こうバイク便で運ぶイメージというか、やっぱバイク便がメインなのでバイクにしては近いなぐらいの距離のが選ばれる傾向にあるなって僕思ってるので、第4位、謎の個人店。もうね、謎の個人店が怖い。理由としてはやっぱりチェーン店に比べてやっぱりこう個人店だとその一箇所だけから頼まれる方もある多いので、そっからの距離たるや、まあ遠いですわ。一回謎のねお店に行って、もう何屋さんか、中華屋さんかな、中国人の方が経営されてると思うんですけど、ハムジョニーハエヌグン、ちょっと待ってください、ウーバーさん。N12 派もう、多分夫婦で経営されてるのかな、あれは。もうその奥さんの方が店で立って、料理が多分旦那さんが。あ、ぬぎにしんは、むぎちょうにきん。ナンバー?番号ナンバー?へんけちょんじきんちょうにかな。へんけなにその時なんならいいや。もうこの喧嘩、怖いって、こんな。それがもう15分ぐらい、もうなんかもうね拒否もできなかった。もうそれはもう待とうと思って、ちょっと面白そうだしと思って、はい、ちょっとね距離が遠いっていうのがでかいですね、理由としては。はい、第3位、ラーメン店。これはね、もう遠いとかよりも僕は、汁ですね。やっぱ汁、スープがあるので、こぼれる可能性が高い。僕個人が運ぶのが下手っていうのもあるんですけど、やっぱこぼれるリスクたるや、やっぱりそれで届けた時にこぼれてたでクレームつながるのがちょっと避けてしまうかなと。これまあでもラーメン自体はねめちゃくちゃうまいので、ラーメンも頼めるんですよ、ウーバーって。全然ぜひ頼んでみてください。第2位、中華とかの別居店でやってるやつ。これわかるかな、配達員の方わかると思うんですけど、なんかね、なんだろう、もうバックヤードみたいな、バックヤードでちゃんとこのアプリの方にはお店の名前出るんだけど、行ったらバックヤードでめちゃくちゃもうほんと料理だけされてる場所みたいな。あれはね、まあわかるかな、これ伝わるかな、配達員の方だったらわかると思うんですけど、まあもう5件あったら4件は遠い、確実に。まあ距離があるロングだから、やっぱりちょっと下げてしまうかなというふうに思います。第1位、すいません、人気どころタピオカ屋。これね、もうね、何なんだろうね、タピオカ絶対遠いの、なんでなんだろう。皆さん、さあ配達員の方はちょっと共感していただけたでしょうか。いや、頼まれる方もね、あ、そういうことあるんだとか思っていただけたら幸いです。コメントとかいただければと思います。ハムイチンゲンのビチュンキハ。どうも、新宿の水風呂サウナで助けてもらったあいつです。今回小説、いけるか小机さんの小説、この人生の主人公は僕だった。全国書店にて発売中です。概要欄に Amazon なども貼ってあるので、
あの見てみてください。チャンネル登録コメントお待ちしてますって言ってます。今最高気温全力疾走。